質問は、娘に仏縁を持たせたい。授業を聞いて、すごい私も嬉しかったし、昨年の授業を聞いて、私の子もそうならないのかなと思って。で、私自身は、まずどう思ってるかっていうことを話をしていく中で、分かっていただきたいなっていうふうにこう思うんですね。仏法って何だろう。仏法っていうのは、ね、言葉を変えると宗教なんです。宗教って何？宗教っていうのは、自分が例えば何かにぶつかった時にね、右を選んだらいいのか、左を選んだらいいのか、そのいわゆる善悪の基準、物差し、それが宗教なんです。だからその仏法を伝えるってなった時にね、仏法の話をすることが仏法を伝えるっていうふうに思ってる人が多いと思うんです。でも僕はそう思いません、ね、もう僕自身に触れるだけで、ね、その触れた人は仏法の思想に触れていくようにしようと。上田さんに触れただけでっていうのはどういうことですか？普通に会話をしただけで。それは仏法なんだ。そう、仏法の話だけど、例えばこれを読んでくださいって言った時にね、ああ読ませていただきました、ありがとうございますとかね、ただそういうことを続けるだけでもね、そんな風に、なんていうんですかね、相手がやったことに対して感謝して返していく人っていないわけですよ。そう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 、例えばこれを読んでくださいって言ってね、まあ、僕自身ね、その読んでくださいって言ってるね、リンクを貼ってくる人がいるわけですよ。その時にその話は仏法の話とはね、全然違う話なんですね、私の伝えてる仏法とは。だけどその人がやっぱり自分の気持ちを正直に書いて、書いたものだからね、読んでくださいって言われたら私は読むんです、ね、それ読んで、ね、毎回ですね、ね、ありがとうございます、読ませていただきますとか、読ませていただきましたって返すんです。っていうことは別に上田さんからその人に仏法を伝えたわけなんですね。そう。だけどその人は、その人は僕に触れてね、あ、なんかやっぱり仏法を伝えてる人って違うなってっていうふうに思ってもらえるんです、うん、他の人はやらないもん、そんなこと。ああ、仏法伝えてる人ってやっぱりこう考えるんだ、こう思うんだっていうふうに思ってもらえるんです。もちろん思ってもらえるためにやってるわけじゃないんですよ、ね、自然にやっていることなんです。僕自身が自然にやっていることだけど、僕自身は少しでも仏法に触れて仏法に染まっていくようにしようと努力してるんです。その私が、そう、私が仏法だから、僕の書く文章ってね、なんていうんですかね、なんていうんですかね、正論とかって言われたりとかね、そんなこと書くけどできないよみたいな人がコメントであるわけですよ。いや、そのね、私の書いたのは私が正直に思ったことをかっこつけてるわけじゃなくて、正直に思ったことを書いてると、正直に思ったことを書く、正直に思ったことを話す、ただ
それだけでね、その相手に何ていうの、仏縁を結ばせることができると、こういうふうに思うんです。それは上田さんだから。いや、それはそれだけ仏法に染めていったからです、自分を。だからその仏縁を結んでいただきたいって思ったらね、やっぱりまずは自分が仏法を聞く、そして日常生活を通して実践できることを実践していく、そして本当に心からね、ああ私ってだんだん清らかになってきたなと思えるようになっていくことが大事なんです。本当にね、そう、自分が一番染まることが、ね、で私は子供に仏法を伝えたい、でも仏法の話を聞いてくれるわけじゃないわけですよ、ね、聴聞してくれるわけじゃない。じゃあ子供に仏法を伝えるときにどうしたらいいのかって考えたときに、ただね、氷水って言われたら、ね、はい、いいですよって言って氷水を入れる。コーラって言ったら、はい、分かったよ、コーラ入れるよ。それだったら私もやってます。鏡しか買ってこないんですよ。そうそうそう。で、あの、何万円かけてありますね、コーヒーとか、うちの子も言いますから。そう、毎日じゃないから気持ちよくできるけれども、それを毎日ね、例えばやる、毎日できないじゃないですか、私。うん、今いないからね。だけど僕の場合だったら毎日やる。それはやっぱりその、ああお父さんはやっぱり違うなと、ね、自分がその大人になった時にね、子供から何かを頼まれた時にね、こんなに気持ちよくやってあげることはできなかったな、ね、そういうところからね、ああ何かこのお父さんは違うんじゃないかと、何か違うんじゃないかと思ってほしい。そう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 。だから仏法の話をする、もちろんする機会もありますよね。こう質問されてね、例えばその仏像とか見る機会があってね、仏って何ですか、如来って何ですかって言ったら、それはもうね、こう仏ってこうだよ、如来ってこうだよとかね、それは説明がしますね。だけどそんな機会ってほとんどないわけですよ、生きてて生活していて。だったら本当にもう僕は子供たちのために尽くす、尽くして尽くして尽くし続けると、ね、それを通して、ああお父さんって何か違うなっていうふうに思ってもらいたいと、そしたらいろんなことについてね、やっぱり相談 してくると思うんですよ。これはどうなの、あれはどうなの、例えば社会に会社でね、社会に出た時にね、いろんな問題にかかった時、ぶつかった時にね、これどうなのお父さん、これどうなの、その時にもう自分の気持ちをね、仏法ってどうかじゃなくて、自分の気持ちを素直に話をする、こうだよこうだよ、でもそれは仏法に染まった私が話すことだから、もうそれは説法なんです。要は自分の仏法に染めていなさいと。そうです。そうです。自分が仏法に染めていけばね、仏法を純粋に従っていけば、私の何気ない会話が仏法なんです、すべて。じゃあ 今はね、全然私は染まってないんです。だまずは染めていくことから。染まってないね。なんでですか。長いんじゃないですか。いや、それは染まっていかないのはね、やっぱり聞いて実践してね、実践したことで感じたことを聞いてっていうことを繰り返してないからです。やっぱりその自分の中で一つのことに意識していくってことが大事です。聴聞して聞いて、これをやってくださいねって言ったらこれをやっていくと。それをずっとずっと心がけていく必要があるんです。でそれを通して感じたことやわからないこととかね、悩んだことを質問していくっていうことが大事なんです。
そうやって仏法の教えをこう深く深く深く掘り下げていけるようになると自分の心の中に染まっていきます。そうです、自分が染まれば何気ないおはようでもね、なんか違うというふうな。じゃあ私がもしもっともっと染まったら職場でも影響を与えられる。そうです、わかります。はい、施設長としてだけじゃなくて、はい、なんか違う、なんかこうすごいあったかいものを感じたい、うん、清らかなものを感じるようになります。相手が、うん、全然ではないですよ。全然ではないですけど、もっと染める必要、やっぱり伝えたい、仏典を持たせたいと思ったらね、もっと持たせたい。それはその私が娘に動画を送るとかいうことじゃないんで、そう、全然動画を送るってことじゃなくて、何気ないな朝のおはようメールだけでもいいんです。おはようメールだけでお母さんが違うなんて思わない。おはようメールだけを例えば僕だったらこう毎日、ね、何年もやり続ける。そうするとおはようメールの後に何か相手の思ったことや知らされたことがこう返ってくるときは、それに対してあこう思うよっていうふうに返してくるんです。じゃあ上田さんから見て興味している私が詰まっている人もいるけど、私みたいに全然、全然じゃないですよ、全然じゃないけど伝えたいと思ったらもっとこう染める必要。伝えたいと思ってるように伝えたいと思ったらやっぱり染まっていこうと思います。だからどうしても、ね、伝えたいと思うと楽に走るんですよ、うんうん、ね、これ説法だから聞いてみたいな、それで聞いてくれる場合もあります、うん、でもほとんどの人は聞いてくれない、うん、そしたらね本当に何気ない会話を繰り返していくことによって伝えていくしかないんです。まあさ、自分に余裕を空けてね、その全く人と触れてないわけじゃないですか。その相手が本当に自分を頼りにしてもらえるようにね、うん、心がけていくことによって本当に変わってきます。はい、大丈夫です。ありがとうございました。